からかい上手の高木さん、ドラマ CD 秋の日。はあ、今日は憂鬱だな。さっきからため息ばっかついてるね。ね、嘘。本当だよ。そっか。嫌なことでもあるの？別に。一緒に帰るのが億劫だとか思ってる？え？いや、そうじゃん。あれ？あんまり強く否定したら一緒に帰りたがってるように思われる？いや、帰りたくないわけじゃないけど、でもそれがバレたら絶対高木さんにからかわれる。大丈夫？西方、さっきからすごく面白い顔になってるよ。え？あ、もしかしてため息の原因って文化祭の出し物のこと？うん。そんなに嫌なんだ。そりゃそうだよ。まあ、男女逆転シンデレラより全然マシだけど。ああ、だからって合唱ってなんだよ。合唱って歌とか歌いたくないよ。男子が反対したんだよね、逆転シンデレラ。普通に嫌でしょそんなの。そうかな。私見たかったよ、西方のお姉さん B。 嫌だよ、絶対嫌だ。おほほほなんて笑えないよ。しかも悪役だし。シンデレラだったらよかった。いえ、もっと嫌だ、絶対嫌だ。だよね。木村くんのシンデレラ見たかったな。え？ん？高木さんって時々趣味が変だよな。はあ。ほら、またため息。な、合唱でも悪くないんじゃない？まあ、すぐ終わるしね。っていうか、そこしかいいことないけどね。なんで文化祭なんかあるんだろうな。芸術の秋だからじゃない？別に芸術って秋だけにするものじゃないと思うんだけど。他にスポーツの秋とか食欲の秋とかもあるね。食欲はまあいいけど。夏が終わって気候もちょうどよくなってきたから、いろいろ趣味を楽しもうってことだと思うよ。人からあれしろこれしろって言われるのってなんかな。やることくらい自分で決めるよって言いたい。じゃあさ、決めようよ。え？西方的何々の秋、ズバリ何？そんな、いきなり言われても。今日は何の日だろうって調べたらさ、ネッシーの日とかチョコレートドーナツの日とか結構何でもあるんだよね。ほら、スマホにも出てくる。いや、スマホ見せられても。っていうか、ネッシーの日って。西方の秋はネッシーの秋にする？しないよ。ネッシーの秋って西方がネッシーになりきる感じ？なりきらないし。第一、ネッシーってあれガセだって言うよ。そうなんだ。はっ、高木さん、もしかしてネッシー信じてた？うん、騙されてた。こうなったら正直の秋ってことにしようよ。いつもより正直になる。なんか真面目だな。うん、木村とかは食欲の秋で間違いないんだろうけど。読書の秋とかは？西方は読書好きだし。え、 100% 片思いとか。いや、あれは別に、なんていうか、その違くて、面白いよね。私も好き。まあ、いっそのことキュンキュンの秋は？え？秋になるとキュンキュンするの。いやいや、秋に限定する意味ないから。へえ、西方は年がら年中キュンキュンしてるってこと？してないよ。キュンキュンの秋とかおかしくない？西方っぽいのを考えてるんだけどな。俺のはいいよ、高木さんの秋を考えたら。一緒に考えてくれるの？え？西方のテーマは後で考えるとして、私は何がいいかな。何かいいのない？いきなり言われても。勝手に決めてもいい？俺にわざわざ聞かなくても。ありがとうね、西方。これで西方のお墨付きだよ。ねえ、高木さん、高木さんの秋って何の秋？もちろんからかいの秋だよ。やっぱり西方の秋は何にする？からかわれない秋だよ。頑張ってね。
体操着。雨上がった。私の勝ちだね。何してもらおうかな。せっかく晴れたし、寄り道して帰ろ。あ、でも体操服、逆に着てるの見られたらまずいかな。どうしよう。大丈夫だよ。誰も気にしないって。高木さんめ。はあ。どうすんだこれ。高木さんの体操服、結局着たまま帰ってきてしまった。確かに誰にも何にも言われなかったけど、洗濯して、そうだよな、ちゃんと洗濯して返さないと。当たり前だよな。でもこれ胸にちゃんと高木って書いてあるし、どうしたのって聞かれたらどうしよう。通りすがりの人ならともかく、洗濯するとき絶対気づかれるよな。ああ、それ実はさ、神社で高木さんっていう女の子と交換したんだ。いや、ダメだろ。交換ってなんだよ。なんで交換するんだよ。怪しすぎる。ああ、それ高木さんっていう女の子がうちで洗ってほしいって預けてきたんだ。なんだよ、洗ってほしいって。うち洗濯屋さんじゃないし、意味不明だよ。ちょっと間違えて持ってきちゃって。だったらそのまま返せばいいじゃん。洗う必要ないし、そもそも間違えるって。もうこうなったら口で説明するのは諦める。手紙を書こう。怪しんだり笑ったりしないで理解してもらうにはそれしかない。母さん、こんにちは。いや、時間的にこんばんはかな。今日は一つお願いがあります。僕は今日学校に行きました。言ってなかったかもしれないけど、隣の席は高木さんという女子です。そしてからかわれた僕は、高木さんめーと思いましたが、我慢しました。休憩時間になっても高木さんは思い出し笑いをしていました。よし。もう便箋3枚も書いたのにまだ半分も書けてないよ。え、あれ、もう7時過ぎてる。ご飯は呼んでくれなかったの。いや、俺が気づかなかったのか。こんなんじゃ今日中に書き終わらないよ。明日返さなきゃいけないのに。どうしよう。おはよう。おはよう、西方。なんか疲れてるね。え、あ、別に。ダメだ、疲れた顔してたら昨日説明に困ったことがバレてしまう。高木さん、これ体操服返す。洗っといたから。ありがとう。私も返すね。ありがとう。お、高木さんも洗ってくれたのか。はあ、ということは俺と同じに困ったはずだ。高木さん、俺の体操服わざわざ洗ってくれてありがとう。どういたしまして。でも男子の体操服とか持って帰ったらそれ言うの恥ずかしくなかった。さあ、困ったことを告白してもらおうか。別に。西方は恥ずかしかったの？え、いや、ほら、なんて言って洗ってもらったのか気になってさ。ん？ああ、普通に雨降ったから借りたって。え、それだけ？うん。なんてことだ。それだけで済んでしまうのか。ああ、それから。それから？着替える時、西方が横ですっごい緊張してたこととか。そんなことまで？い
言えばよかったかなって。